アージ、A-2 サベージ飛行するアージ -2P129,193 号機。A-2 サベージは、アメリカ合衆国のノースアメリカン社が開発し、アメリカ海軍で運用された、艦上攻撃機。愛称の、サベージはネーモーナ、ネ冥猛な、野蛮なを意味する形容詞。1962年の命名規則の改定による、解消の前は、アージサベージだった。アージサベージは、 各兵器搭載可能な複合動力式の大型艦上攻撃機として設計されたが、写真偵察機としても使用され、後には空中給油機としても使われた。RG-1-2 及び RG-1-2P は1948年から1956年にかけて存在した重攻撃複合航空隊で使用されたほか、写真偵察航空隊で任務についた。 重攻撃機型は航空母艦から発着できる最初の各爆撃機だった。その導入時期はアメリカ海軍が発展途上のジェットエンジンの装備を始めた時期であるが、初期のジェットエンジンは低速性能に難があり、空母からの離着艦には問題が多く燃費も非常に悪かった。しかしながらレシプロエンジンとは比較にならない高速性能には 大きな魅力があった。サベージの場合、その妥協点は2機の R-2800 レシプロエンジンと胴体後部にアリソン J33 ターボジェット1機を混合装備することだった。興味深いことに R-2800 レシプロエンジンと J33 ターボジェットエンジンは同じ燃料を使っていた。レシプロエンジンとターボジェットエンジンの組み合わせは 発艦時のパワー増大と戦闘時のダッシュ速度の獲得を目的としていた。サベージの最初の生産型は1949年5月に初飛行し、1950年8月31日、空母、コーラル C において、この種の機体として初めての着艦を行った。初期型のアージマイナス1は、後日爆弾層に、ホース、燃料ポンプ、電動機、 それにドローグなどの必要機材を満載し、空中給油機となった。必要な追加燃料は落下タンクから供給された。1953年2月19日に初飛行したアージマイナス2は、エンジンを高性能化し、垂直安定板を高め、水平尾翼の上、帰り頭脳をなくしていた。アージマイナス2 p は、サベージの写真偵察機型である。そのほとんどは、 自動的に稼働する18台のカメラを装備しており、夜間及び低高度での任務遂行が可能だった。夜間ミッションの場合は、先行弾も携行した。マイナス 2P もまた、追加燃料の積載が可能だった。ザッチマイナス1試作型。 プラットホイット 2R-2800、ER、から44レシプロエンジン2機アリソン J-33A-19 ターボジェットエンジン1機装備。3機製作アージ。RG-1 初期量産型。プラットホイット 2R-2800、ER、から 44W レシプロエンジン2機アリソン J-33A-10 ターボジェットエンジン1機装備。40機製作。 アージ -2 性能向上型。プラットホイット 2ER-2800 から48レシプロエンジン2機アリソン J-33A-10 ターボジェットエンジン1機装備。垂直尾翼を高め、胴体の延長と搭載燃料の増加を図った。70機製作。アージ -2PRG-2 の写真偵察機型。機種を改め設計して、 カメラを搭載した。30機製作、空母、オリスカニー甲板上のアージマイナス1サベージアメリカ、合衆国アージマイナス1。ありがとうございます。